1番ぐらいまで通していただいてるんですけど、今日は大原さくら子さんの瞳でした。でもあれですね、やっぱ皆さんの前で歌うの緊張しちゃいますそう、今日は、そう最近ね、あんまりお歌タイムさせていただけてなくて申し訳ないんですけど、今日は久々にお歌も歌わせていただきますので、後ほどお待ちください。夜でプリン食べると不良になるんですか。いや、時間帯が時間帯だったんですよ。12時頃だったからね。そうアカペラ聴けるのは嬉しいです。アカペラってね、難しいですね。ね、カラオケだとやっぱすごい伴奏が助けてくれてるんだなって身に染みて感じますアカペラ歌うと、そう、再会できました、よかったです。いつも声で歌ってるやん。いや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 、伴奏があるのでそう、あとやっぱこの雰囲気って大事ですね。そのやっぱステージに入るとこう入り込めるじゃないですか。ただこの普通のこういう場でその雰囲気がない状態でその歌い出すっていうのはね、自分で雰囲気をこう作らなきゃいけないですし、難しいなって思いますね、入り込むのが。多田ヒカルさんね、上手ですよね。あんまり歌ったことないな。みさみちょです、かわいい、ありがとうにゃい。スタライブさんから、嬉しい、プリンお揃いですね、歌唱力期待してます、頑張るちゃん。もあの今回練習、いや毎回そうですね、舞台と結構かぶってたりするので毎回そうなんですよ、結構思う存分練習できてる時あんまりないなって感じするんですけど、まあ頑張ります、時間ない中も。ああ、夜のカップラーメンはすごいより罪悪感がありそうですね。多分すごい、おいしい、モーニング娘さんも歌えないんですよ、あのショールームさんですよね、世代じゃない、知ってますけど世代ではないですかね。うん、昨日赤い見て横にゃんに釘付けにゃん、釘付けにゃん嬉しい、ありがとうございます。もう最近そう公演に出させていただくと、あの汗がすごい止まらなくて、そうなんですよ、やっぱ暑くなってきてるんですね。私のもうあの代謝が良すぎてですね、代謝を抑えれないかなと思うぐらい代謝が良すぎてもう少しなんか、じゃああのあれなんですよ、汗かくのはいいんですけど、そのお風呂上がり状態になるんですよ、この髪の毛の中がすごくないですか。だからあの髪の毛取っていただく時とかにメイクさんにそのあのまあ、自分で乾かしたりもするんですけど、時間がないので乾かしてもらったり、あの髪をくくってくれたりするんですけど、だからちょっとね、あんま清潔で汗かいちゃかきすぎてるから、なんかちょっと申し訳ないなって思うんですねそういつもだから汚くてごめんなさいって言ってあ、照明もね熱いですね、うん、暑いですね、うん、たまにコンサートの時とか足元とか結構近い位置にあったりする時とかは結構熱ってなっちゃいます。昔劇場にスポットクーラーありましたよ、やん、あ懐かしい、スポットクーラー懐かしい、あのでもコロナのあれですよね、対策ででしたよね。あと全く話が変わりますが、ね、28時間配信の
20日21日にかけてあるんですけど、28時間配信のスケジュールが発表されてましたね。私もまだでもわからない部分もありましたね。確か21日の方が出番が多かったかな。そうでも20日はその稽古もあるので、でも21はないんですよ。だから21が多くで、はい、よく嬉しいです。全員出させていただきますよ、あの28時間配信は。はい、今のところね。21日の方が出番が多そうですよ。はい、おーあとね、はい、X 公式の X さんかな、ぜひよかったら見てみてください。シャイいう方もありがとうにゃーね。なんかミッドナイトメンバーじゃなかったですねどういうあれで選ばれたのかよく分かりませんがはい、まだ幼いということですね28時間劇場倍率高そうだな。制服の目でしたね。ね、高そう。確かに今のお洋服、今日のお洋服はブリブリの可愛い感じです。テーマはアルプスです。こういう柄好きです。口回ってない。あれ、あ、仕事、今からお仕事応援してます。ファイトちゃむー、おばちゃんも似てました。本当、そうだからお酒、そうなんです。ありがとうちゃむー。今日のお酒似合ってるちゃむか。え、ちょっと似てます、ちょっと似てきたかなって。こんばんは。あ、15日来てくださるんですか。お、上手側かな。こっそり、こっそり、いつもこっそりですがこっそりじゃなくていいんですよありがとうございます。そう、でもそう、13、明日明後日稽古で、そうね、そう、しあさって公演出させていただけるんですけど、またあの、あれ、なんて言うと、そう、そう、練習ね、今日、今回次の公演までに、その公演の練習する時間が少ないので、ちょっと頑張りますね。ちゃんと復習してでも頑張ります。あ、似てるちゃむー嬉しい。静香やのブロマイド届いたよ、ここ可愛かったよ、写メ会で持っていくね。嬉しい。え、その写メ会はあれですか、私が静岡御前をやらせていただく写メ会ですか。静岡、ダブル静岡にゃになっちゃいますね嬉しい、ありがとうにゃん。明日の配信、あ、そう、明日の配信は朝の8時半かな、予定します。8時半にから始めさせていただく予定です。はい、皆さん、土曜日なのでめちゃめちゃ早い時間ではないんですが、明日お稽古なので朝配信させていただきます。8時半からですので、皆さんよろしくお願いします。もし起きれそうだったり、あの、用事がなかったり、時間があったら来てください。おはようこにゃうぞですねラジオ体操しても楽しそう。あ、ちょんちょんちょん、あ、曲流していいんですかね、ダメか。
チャン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 恥ずかしいですよね。腕を回す運動。チャンチャンチャチャンチャランチャチャン。あ、いいですね。朝ラジオ体操。第二あんま分かんないですよね。いいですね。じゃあ曲は NG みたいなので分かるところまで朝のラジオ体操運動やって面白そう。体がね動きますし、いいんじゃないですか。いや、その予定ということで明日は、はい、明日稽古、あ、頑張ります。ショールーム終わってちょっと用事して、で朝ちゃんと声出しして、あの今日明日やる稽古のところちゃんともう一回やっていきますね。頑張ります。ラジオ体操になったら、そのなんかその言ってくださる言葉が分かんないし、動きは大体多分分かるけど。夏休みね、夏休みに行かなきゃいけないのありましたよね。朝に集まって朝会みたいな。好きな教科？家庭科好きでしたよ。なんかお料理作って食べるじゃないですか。好きでした。体育も、まあ、球技とかプールはあんまできないんですけど、それ以外は好きでしたね。音楽はでもあんまりリコーダーとかができなかったんですね。あ、それはもちろん給食です給食が一番の楽しみでした。はい。あ、そう、スタンプもらえるやつね、懐かしいですね。あのカードみたいなのがあって、鉄棒で昔はできたんですよ。あ、登り棒の方が全然できなかったです。あ、図工も楽しかった。やっぱ副教科しか勝たんですね。はいね、懐かしい、いいな。絶対また、そんなことないです。はい、本当にチビニャなんで、そう、逆上がりできたんですけどね。いや、でもあのこの前の未完全 TV さんの時も練習で裏ではできたんですよ、私が唯一一人。そうだからね、本当は本番もできるはずだったんですけどね、ちょっとやっぱプレッシャーに負けちゃったのかなはい。え、賢いやん。中学生の時とかは結構賢いやんでした。高校受験めっちゃがん結構頑張ったので、真面目に。まあでもやらなくなってからですね、問題は。あ、よし、専門作家ブルーレイ見てくれ、嬉しい、ありがとにゃー、嬉しい。私も早く見たいんですけど、テレビがまだ直らないっていう、まあ、直らないんですけど、書き換えなきゃいなんですけどね。1698日連続ありがとにゃー。じゃあ今日は歌を歌っちゃいます。イヤホンを誘うとかうるさいので、皆さんの音量気をつけてください。ナチュラルメイクがかわいい、ありがとにゃー。クリームチーズは食べれるんだね。美味しかったです。あんま食べないけどね、美味しかったです。皆さん音量気をつけてくださいね。刺しますよ。え、テレビ欲しいちゃうもん
お邪魔させていただこうかな。あ、音量大丈夫でしたか？皆さん好きな音量にしてください。今日はですね、もう春って曲、春って曲です。ん？作業？正解。何？公共？行？公？あ、は行？は行？なんか作業でした。準備満タンです。草原の奇跡、あー、いい曲ですけどちょっと違うんですよね。はい、皆さんも準備万端ですか？歌うちゃうよー。いいちゃうか？あ、ちょっと違う。いいちゃむか？いいちゃむか？よし、いくちゃむよ。聞いてください。どうぞ。
れている思い出して、桜が咲く季節に僕のことを一本の木を2011年の幻の名曲、2011年なんですね。すごい。気になろうでした。ありがとうございました。憧れて見てた時ですね。私がまだ入りたいと思ってた時です。すごい。ありがとうございました。聞いてくださってね。この曲も素敵ですね。後輩が歌ってくれたんですね。すごい素敵。泣きちゃいますね。そんなの今年卒業しました。あ、そうなんですね。めっちゃ思い入れがあるんじゃないですか。歌が素敵でした。うん、嬉しい。ありがとうにゃー。ね、今の季節にぴったりです。 MV のイメージ、MV も素敵。リクエストしようと思ってたから。お、本当ですか。わーお、わーおあー、それも感動だ。彼の表現力が、そう、10歳くらいの時になるのかな、かな小学生の頃、同い年なんですか。憧れて見てました。僕も憧れて、そうなのそうなんですねありがとうございます、聞いてくださって。じゃあ続いては宣伝タイム、今日もさせてください。お願いします。今日もいっぱい宣伝あるよ。じゃーん。 SK48 32枚目シングル愛のホログラム劇場版特典会のお知らせでございます。次はなんと、どうね、あ、そうなんですね。はい、5月11日土曜日、愛知スカイエキスポさんでやらせていただくんですが、ツーショット撮影会のスタンディングバージョンになります。ツーショット撮影会は1,2,4,5,6部の朝からの人になりますので、皆さんお気をつけください。この日は舞台義経千本桜の時にヒロイン役でやらせていただいたんですけど、その静か御前をやらせていただきまして、そちらの衣装をお借りする方ができました。はい、あ、羊になってくださいぜひそう、すごいドレスなんですけど、和風なドレスで、すごく本当に素敵な衣装なんですが、この日は静かにゃんになってね、皆さんお迎えしたいと思いますが、いろいろグッズもありますので、2部に扇子を持たせていただいて、5部に和傘を持たせていただいて、6部に刀を持たせていただきたいと思うんですけど、1、4部はまなしで、なしの、あ、寝部もあった方がいいかなと思ったので、子供狩りの部と内部とあります。刀はもう刀ですよはい、うん、はい、あとね
で、次の日の9月12日日曜日はアイテスカイキスパさんで通信撮影会の着席バージョンになります。はい、ここが変わるんですけど、部は一緒で 1,2,4,5,6 部です。一見の価値がありですね、ありですね。はい、でこの日はセーラー服なんですけど、久々のセーラー服、セーラーニャになっちゃいますが、本当に普通のセーラー服じゃなくてランドセルが似合いそうなセーラー服なんですよ。すごい変わったセーラー服なので楽しみにしていただきたいんですけど、もうランドセルが似合うということで、私が現役時代使ってたランドセルを2部と6部に持ちたいと思います、背負いたいと思います。はい、だからそれも楽しみにしててね。で、5月25日土曜日は幕張メッセさんで握手3五分トーク789部で、そう、握手は遅い部になりますよね、トークは。はい、お気をつけください。この日はみおまると交換コーデをしちゃいます。まると交換コーデです。もう本当にまるといえばもうあれみたいな、あれの服みたいな感じですはい、自分でもよく言ってるんですけど、みおまるがもうあれですね、あれです楽しみにしててください。とてうん、あります。で、5月26日日曜日は幕張メッセさんで3五部握手トーク789部で一緒なんですけど、3五部がパジャマ、789部が生誕コーデをさせていただきます。パジャマはもうああいう感じのね、パジャマではい、ご想像にお任せするんですが、はい、ミニスカかな。で、789は今年の23歳の生誕 T シャツがすごくおしゃれなので、いや本当にこんな結構いい感じなんですよ、生誕コーデも。あ、こうおしゃれに着れるんだっていう感じの、結構いい感じのコーデなので、楽しみにしててください。お揃いもしましょう、ぜひ。今5時先着販売期間中なんですが、5月11、12日、静岡御前の日とセーラー服の日の愛知スカイエキスポさん分が現地で通称と撮影会ですね、5月1日水曜日12時正午までで、もうすっごく迫ってきております迫ってきておりますので、お気をつけください。そして5月25日みおまると交換コーデと、26日のパジャマ&セーターコーデの日の幕張メッセさん分トーク握手会が5月17日金曜日12時正午までですので、次に早くてね、もうこれもね、あっという間にしちゃいますので、迫ってきてますのでお気をつけくださいはい、5月22握手会両方とも完売してるよ、ありがとうにゃー、ありがとうございます。うん、嬉しい、愛知の方ですね、ぴょー、嬉しいちゃむ、嬉しいちゃむ、ありがとうにゃー嬉しい、ありがとうございます、ありがとうございます、嬉しいです、握手させていただけるの楽しみにしてます。でね、5月のね、本も、まだ締め切りも早いということですので、5月も皆さんお待ちしてますので、あとお待ちしてると言ったらもうこちらですね、じゃんこちらの AM ミュージカルさんのプレイヤーライフ、こちらの舞台まだお席がいっぱいあります。はい、ちょっとまだ悲しいことにいっぱいあるので、皆さん見に来てください。初ミュージカル横には見てもらえますし、あ、今日の公式ブログさんの方でも宣伝させていただいてるので、ぜひ見てほしいんですけど、チームウエストに私は
出させていただいて、5月3日4日の2公演出させていただくんですけど、もう多分今まで以上史上初ですね。もう一番歌わせていただいて、一番セリフも多くて出番が多い、すごく見どころ満載な舞台ですので、でもそしてお話が素敵すぎて、皆さんにも本当に知っていただきたい作品ですし、やってる私もそして他の共演者さんも素晴らしいので、いっぱい見ていただきたいですし、アンサンブルの方はその2公演中両方とも違う方が出てくださったり、生演奏で披露させていただいたり、はい、多分1回じゃもう見きれませんので、皆さん配信もないだろうし、もうその2回しかないですので、皆さんもう本当に皆さん見に来てください。待ってるにゃんよ、待ってるよ。今めっちゃ頑張ってます。教育実習生です、私の役は。あ、嬉しい、派遣もありがとうございます。ミュージカル楽しみに来てます。嬉しい、ありがとうございます。すごい方々に揉まれて日々、はい、いろんな壁にぶつかりながら立ち向かって頑張っておりますのではい、もう見てほしいですね。まだまだ明日も稽古ですね。頑張ります。毎回稽古緊張します、震えながら行ってます皆さんすごいので、はい、どちらの日が空いてますか？え、どういうことですか？両方ともチケット販売中ですよ。まだお席両方ともいっぱいあります。はい、そう、焦っちゃうからね、セルフが。気をつけますね、明日の課題ちゃんと。今日かなんでしょう、なんでしょうじゃあ最後発動しようかな。寝巻きじゃないです、ちゃんと可愛い服着てますよ。今日の発動はもう決まってるんですよ。いくちゃむよ よくにゃーピーン、わーからのじゃあ刀、これがさっき言ってた刀です。これを使います。ちゃんと静か御前もね、戦わせていただいたので、なんて言ってたっけ、なんて言ってたっけ、セリフなんだっけ、なんでしたっけ皆さん人間はね、諦めたら終わりだろ。あれ、こんな短いセリフだったっけな人間はね、諦めたら終わりだろジュバっていうセリフがありました。ぜひあの図書都会で戦うの待ってますので、クニャンと戦いに来てください。静かにゃんとからの、あ、待って、見えちゃった、やらかした、やらかした、ちょっとランドセル、だって結構似合いませんかなんか馴染んでるじゃあランドセル、またこれはあれです、防犯ブザー、ここ引っ張ったらなるんですよ、多分ならないだろうけど。でランドセル、まず結構似合ってませんか、似合ってるよ、自信がある。ランドセル
ドセル懐かしい。え、可愛いですね、ランドセルって。今日の服にも合ってる。これを5月12日のツーショット会でセーラー服と一緒に背負います。え、ちょっとなんかいいですね。ずっとこうしとこうかな。なんか若返った気分になりますね、ランドセル背負うと。似合ってるにゃん。あ、嬉しいにゃん、ありがとね。ピカピカの1年生からの今日もありがとちゃんも、明日も待ってるちゃんもよ。ありがとうございました。かわいい、これを背負います。あ、すごい、当時使ってた給食袋茶色くなってる。あ、もともとこういう色か。こういう色です。あの、茶色くなってるかと思っちゃった。ありがとうちゃんも。あ、すごい、3119人の方もありがとうございます。そして明日はあの稽古ですので、8時半からショールーム配信、朝配信させていただく予定ですので、ラジオ体操できたらやりましょう。朝の運動、朝運動で、はい、待ってますので、よかったら明日見に来てね。インスタライブさんからのショールーム配信ありがとうございました。シャチホコからのおやすみおこにゃー、夢でも会えますように、ありがとうございました。またねー、明日も待ってるチャームよー。ありがとうございました。またねー、ゆっくり休んでねー。